初めてです。お、初見です。リさん、ありがとうございます。今日はメイク配信をしようかなって思って、メイク配信をさせていただこうかなって思います。なのでちょっと血色がないかもしれないんですけど、あのベースメイクは下地だけやりました。お、鋼のランボさん、初見じゃないです、知ってますよ。すっぴん、完全なすっぴんではないです。ちょっと前髪もちょっとだけ綺麗にしました。こんにちは。ちょっと血色ない、今日のアズナトさん、ありがとうございます。今日の私はちょっと血色がありませんが、これから血色が出てくるはずなので、血色ないからってどっか行っちゃわないでください。あー、こんにちは。今日このお昼の配信は2時まで、2時間でちょっと長めなんですけれど、やらせていただこうかなって思います。あ、ラボーナさん、ありがとうございます。2時までやって、で次の配信は3時半から4時半で、今日は夜も本当やりたかったんですけれど、ちょっとレッスンがあるので、なんかすごいいっぱい出てる。あの夜の配信で、あのこれもういつも言って、毎回言ってるんですけど、あ、桃下さん、虹だ、ありがとうございます。いつも言ってるんですけど、この SMS 認証を、あ、ひろきさん、バイバイしちゃうんだ、ありがとうございます。来てくださっただけで嬉しいです。この SMS 認証、あの昨日ファンの方から教えていただいたんですけど、その私のその応援してくださってる方のランキングの100位の中に入ってる方の中でも、まだ SMS 認証がこうお済みじゃない方がいらっしゃるみたいで、そうするとせっかく応援していただいたのに無駄になっちゃうから、せっかくだったら SMS 認証をしていただきたくて、もったいないから、だからぜひあの今一度ご確認をお願いします。あのアプリを開いて、左上の3本線のマークを押してマイページに行き、アカウント設定で、そこに緑の文字で認証済んでますっていう感じのことが書かれていたら認証済んでると思うんですけれど、とってももったいないので、せっかく応援、認証済んでるって書いてあったら大丈夫です。でも済んでない方いらっしゃるみたいで、とってももったいないから、あ、ここに SMS 認証の仕方って書いたら分かりやすいですかね。過去、よいしょ、SMS 認証、口、ちょっと、よいしょ、 SMS 認証の、うん、これどこに書いたらいいかな。ここ、うん、ちょっと分かりづらいかも、分かり、うん、うん、あ、テロップなくなっちゃった、ちょっと後で打ちますね。なんか自分の名前アバタータップして名前の横に SMS マークついてたら OK ってらしいですよ。ねえ、血色ない、やだ。ちょっと SMS 認証、認証、認証、 SMS 認証
認証にしよう、 SMS 認証で、これをよいしょ、ピンク、ピンクで囲みます。よいしょ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 、よし。あ、プラザさん、やっほー、ありがとう。 SMS 認証って書いた、ちゃんともっと書いた方がいいかな、確認して、大事ですって、大事です、お願いしますって書こう、お願いします、お願いします、お願いします。お願いしますって書いた。職場だから無音だけど許して。じゃあ無音でも楽しくなれるようにいっぱい動きますねって言っても聞こえてないか。お願いします、お願いします。SMS です。あの電話番号のなんかメッセージとかのやつの電話番号でなんか認証するやつです。 SMS 認証お願いしますって書きました。よし、ちょっとでもこれ遠い、今日ちょっと壁遠めなんですけど、今アピールしときますね。 SMS 認証、お、クマタワー来たよ、お、おちょちょちょ、あ、ぶっちゃんさんだ、ぶっちゃんさんありがとう、嬉しい、クマさん。はい、じゃあこれを貼り付けます。よいしょ、ね、ショールームしながらドボンをすると新規が来る可能性あるよ。そうなんですか。確かにドボンしながら配信するのよりいいかも。ドボンの期間ですしね。やろうかな今度、みんなさんと一緒に、そしたら対戦できる確率上がるかも。じゃあちょっとテロップを書かないと、25文字のやつ、ビスビスさんイベント中です、ありがとうございます、ありがとうございます、もももも、よし、もう手慣れたもんですよ、ははは。あ、このコメントはちゃんと出てるんだ。よし、あ、タワー、はい、あ、おー、ん、あ、しゅんちさんだ、くまさんありがとう、しゅんちさん、皆さんお忙しいのに来てくださってありがとうございます。はい、じゃあメイクしようかな。 あと明日の配信なんですけれど、明日は5時半、明日握手会、待ちに待った握手会なんですけど、幕張でのなんですけど、明日は5時半、その私は一部1245部なので、あの、そうなんです、一部からちょっと朝早いんですけど来てくださる方も、しかも幕張って結構遠い方多いからちょっと大変かもしれないんですけど、お待ちしてるので、握手会、お、明日行きます、おー、やったー、楽しみ、カブレイさん、お、明日明後日行きますって、お、キョウちゃんさん、やったー、ま、お待ちしてます、嬉しい。で、その午前中ではないんですけど終わるので、その夜とか
には配信は絶対できて、で今考えてるっていうか一回皆さんにお伝えしたこともあるんですけど、今しようとしてるのが5時半から7時と10時、夜の10時から11時半で、夜その1時間半ずつで合計3時間になるのでやろうかなって思ったんですけど、その3時おやつの時間を挟んだ方がいいよっていうアドバイスをいただいて、こう朝朝くちゃんありがとうかわいい、あの朝とか3時より前に1回どっかにやちょっとでもできたらいいんじゃないってアドバイスいただいたので、やった方がいいのかなって思ったんですけど、おレモンちゃんさんフォローしたよ、ありがとうございます、嬉しい。なんですけど朝がその幕張だから、で私お家埼玉だから結構かなり早くお家出ないといけなくて、だから6時だとちょっとギリギリなのかな、微妙ギリギリどうなんだろう、なんかちょっとバタついちゃうかなくらいで、でしかもその6時よりだったらもっと前にやろうってしたら、あかぶれさんありがとうございます、6時より前にやろうとしたらきっと皆さんの早起きを誘発してしまうすごい早起きしてくださる方もきっといらっしゃるかなって思うから、どうしようと思って、でもその幕張ついてからはきっと多分できなくて、その状況早く着いたとしても状況的にも多分できないかなと思って、だから本当は3時挟みたいんですけど明日はちょっと5時半と10時からの配信にしようかなって思います。お早起き大丈夫ですって言ってくださる方もいらっしゃる、ちょっともうちょっと行く時間全部電車とか調べてみて考えてもう一回お伝えします。でもできたらやります、朝はそれで急いで転んで前歯折っても困るそうですよね、そうなんですよ、急いで転んで急いで朝真っ暗だったりしてお化けと間違えちゃったりとかして、木がお化けに見えちゃったりして前歯折っちゃったりとかで、握手会血だらけみたいな、ハロウィン早めのハロウィンみたいになっちゃったらダメですもんねあ3本終わってから会場、おー休憩時間ってことですかねミラーボールだ、ありがとうございます、どなただろう、うん、早めのハロウィンはちょっとダメですもんね、リアルハロウィン想像膨らみすぎもう一足早いコスプレみたいになっちゃう、あ、バディさんありがとう、コスプレになっちゃうからダメですね。握手会いつもどんなお話しますか、どんなお話なんだろう、星屑テレパスのお話は結構もうずっと、あ、ダナトさんありがとうございます、結構見たよって言ってくださる方も多いですし、なんかここのシーン好きとかお話します、あとは落語についてそのこのお話知ってるとか、あとワンピースも好きなのでワンピースについてお話したいとか、あとは私結構来てくださる皆さんのことを知るのがすごく好きで、その皆さんのことについてこう知りたいから、なんかご自身のことについてこうなんかお話ししてくださるのとかも結構嬉しいです、なんかそれで共通点見つけてそれで盛り上がったりだとか、でもあと私はメールとかウィバースとかで結構高確率で
食べ物のお話ばっかりしていてあのご飯食べるの大好きなので、なので結構食べ物のお話したり、今日何食べるのとか、お昼何食べるのとか、いろいろもうその方によってなんですけど、もういろんなお話します。でも確かに食べ物の話一番多いかもしれないあとはその劇場のお話とか、よかったよって言ってくださったりとか、いろいろ話します。でも今も劇場がリニューアル期間だから寂しいねとかも話しますね。あ、あやりパパさんありがとうございますはい、全然何話すかあの決めてくださらなくても、もう握手できるだけで幸せなので、私がベラ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 喋りますのであ、たくさんありがとうございます、ご心配なく。よっぴさん初見です、ありがとうございます、嬉しい。伊藤桃香です、 AKB48 19期研究生の伊藤桃香ですここに一応ねちょっと見づらいんですけど書いて、一応ちょっとだけ書いてあります。あ、じゃあちょっとアイメイク薄めって今日は下地だけしました。あと眉毛が なかったらちょっと恥ずかしかったので眉毛をちょっと描きましたじゃあメイクしようかな、メイク配信ということで。あ、何話すか飛んだらガン見してればいいですか。はい、それでお願いします嬉しい、はい、ではメイク配信、下地はもうしちゃったんですけど、この VDL っていう韓国のやつなのかな、の青色使ってます。なんか青透明感出るかなって思ってこれ使っています。あ、ピロくんさんありがとうございます、お高そう、え、高くないです。これはブルベ？ブルベかイエベかってなんかちょっと自分で分からん、あんまり分からなくて、自分的にはブルベ夏かなとか、イエベ春かブルベ夏かなと思っているんですけれど透明すぎてもはや透けてると思っているんですけど、1年前くらいにそのなんかそのメイクの診断みたいなのを行ったことがあって、行ったことあるんですけれど、そこでこうなんか布を当ててこう何べかっていうのをこうなんか何色が似合うかっていうのでこうなんか診断してもらうんですけれど診断してもらうんですけど、なんかお友達と一緒に行って、お友達こうパッパッパって「ああこれはこうだね、これはこうだね」ってやってもらってるのに、私だけずっと「こっちは「ってずっと決まんなくてなんか何でもいいかもねみたいな結論にされちゃってなんか決まらなかったんです。パーソナルカラー診断行ったのに、なんかよくわかんないけど強いて言うならイエベ春なのかなみたいな、すごいなんか超曖昧な感じで終わって何でもいいんじゃないみたいな感じになっちゃってでそれからはそのなんか強いて言うならみたいなで言われたイエベ春だと思って生きてきてたんですけど、 AKB48 に入ってからおしゃれさんのおしゃれカンパニーさんのメイクさんに、私ってこれイエベ春なんですかねって、こう何が似合うのか分からなくてって聞いたら、いやブルベでしょって言われて、あそうなんだと思ってだからとりあえず今自分が何かっていうのを言うときは
一応ブルベ夏だっていうことに してるんですけれど、あとメイクの色的にもブルベ夏のなんかちょっと淡い感じの色が好きでよく使うから、何も関係なく適当に選んだ色がブルベ夏の色だったりするからそういう風にしてるんですけど、実際そのもう一回なんか今度受けてみたいなと思います、パーソナルカラー診断。ちょっと実際何なのかはわからないですあ、おされが言うなら間違いないんだよね。そうですかね、やっぱブルベナッツかな、おされさんが言うってことは。実際持ってる服は何色が多いの？白とかこういうなんだろう、クリーム系の色が多いかもしれないです。なんかオフホワイトっていうんですかね。あ、ピロくんさんありがとう。あ、タワー、ん、あ、ゴーくんさんありがとうございます。なんかタワーっていろんな種類あるんですね、かわいいやつが。オフホワイトが多いんですけれど、結構色物も好きで、なんかなんだろう、パキッとした色のグリーンとかもなんかカバンで持ったりとか合わせるのが好きですおオレンジ色似合いそう。え、嬉しい。オレンジってすごいなんか太陽みたいなパワーのある色って感じするから嬉しいですね。お、ぶっちゃんさんありがとうございます。ぶっちゃんありがとうございます。じゃあちょっと早くメイクしないとずっと血色ない顔になっちゃうからメイクします。スタジオ行ったので、ハイライトをしよう。これ前髪クリップ、これおパンチウサギ今メイク配信、そうなんです。一応すごいずっとおしゃべりしてるけどメイク配信メイク配信中でございます。ハイライト、あ、汚い、ゴシゴシをしよう。ボビーブラウンさんのやつを、このお母さんから勝手に取ったブラシでブラシでこの C ゾーンっていうんですか、こことここのほっぺの高いところと目頭のとこと鼻筋の目の間くらいのところに塗って、あとは鼻の頭に塗りますあ、ちょっとお母さん、ももかちゃん撮ったよとか言わないで、皆さん静かにはい、あとはご内密に、ブラシを取ったことはご内密に、あとはこのここの口の上のとこと顎の先につけます。つけて、でチークは早く血色足さないと。チーク最近あの流行りの、きっと男性の方はあんま分からないかもしんつまんないかもしんないすいません、このフィー、なんか最近すごい流行ってるじゃないですか。あ、スガジーさんありがとうございます。この流行りのなんかやつを買いましてこのなんか手でつけるタイプ、粉じゃなくて
手でつけるタイプをちょっと鏡を見ないと怖いから鏡を出して優しいです。これはチークです。何番、何番だっけ、MV03 です。 MV03 っていいのかな。これをこうやって手にポンポンって取ってこうやってほっぺの高いところにポンポコポンポコポンポコポンってつけます。血色感を、なんか難しい、いつも洗面所のところでメイクをしているから難しい。はい、こっちもほっぺの高いとこにポンポンポコポンでつけて、よし、血色が出てきた。血色入りまーす。MV03 です。フィーのこれはもう一個持ってて、それはなんか一番みたいなやつ、ちょっとこっちにあるんですけど、もう一個持ってて好きな方使ってます。今日はこれで、そしたらまゆげマスカラは、結構メイクレシピをちょっと前に X に出させてもらったんですけど、それから時が経ってないからそんなにあんまり、それもお母さんのじゃないです、もう全部私のです、ここからあれ何の話だっけ、これか。そんなにすいません、もうメイクレシピからそんなに経ってないから、ほぼ使ってるコスメが変わっていないんですけれど、これヘビーローテーションの03アッシュブラウンです。なんだっけ、糸桃のお母さんは綺麗って話だっけお母さん大喜びですよそう、お母さんは綺麗ってお話これをこうやって、あ、キャー、こうやってつけます。多分この配信上だとほぼわからないかなって思うんですけれども、眉毛の色をちょっとだけ薄くします。お母さん似ですか、お父さんとお母さんのちょうど半分くらいだと思います。目元とかはお母さん、目はすごいお母さんと一緒なんですよ、なんですけど、鼻と口、このここら辺はすごいお父さんにで、お父さんにで、あとは足の形がすっごいお父さんと一緒なんです。だからこう並んで歩いてたらなんかもう絶対こう親子だなという感じがすごいするらしいです。足の形、コメント、見れた。
足の形父親になんですよ。足の、あの足の形っていうのは足の裏じゃなくてあのここ足パパは運動神経いいの？え、どうなんでしょう。でもなんか父も陸上やってたみたいで、なんか母も短距離の陸上やってて父もやってたみたいで、だから私もちょっとこう走るのが少し得意なのかもしれないです。で、よし、そしたらこんにちは。このシェーディング、これアートクラスっていうのかな、ちょっとわからないけど、これをブラシの細い方に取って、ここの眉毛からちょっとつながってるところにちょんってのせます。中盤にもちょんってのせます。鼻先はシュッてします。シュッ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 で、ちょっとぼかす。もうほぼこれついてるかついてないかわかんないくらいだけど、これはもう気持ちの持ちようということでやりました。シェーディングはちょっと難しい。お、いや変わる、え、変わってます、嬉しい嬉しい。シェーディング難しくて、でもこうなんかやっぱできることはしたい、できるだけ可愛くしたいということでやっています。普段レッスンの日はすっぴんで行くの？そうですね、結構やっぱメイクしていても、あのレッスンに行ったらあの汗だくになって必死に踊ってるから全部落ちちゃうんですよ。私もう普段その皆さんの前に出るときは一生懸命可愛くいろいろこう顔にお顔に乗せてるから、なんだろう、休める日はこうお肌を休めたいと思ってあんまりしないようにしてます。レッスンの日はだからすっぴんが多いです。これ時間内に完成するかな、私も思いました。でも今日2時間あるからちょっとゆっくりめに。で、次はアイシャドウ。アイシャドウはこれモンジョンヨさんのやつで、これちょっと使いかけだからすっごいなくなっちゃったりとかしてて恥ずかしいんですけど、このこれこのやつをベースにするためにちょっと。これアイホール全体にアイシャドウベースということで、あの色を均一にするために肌色っぽい色を全体に塗ります。左上の白のアイシャドウたまに使ってみてほしいです。お、これは銀のラメなんですよ、キラキラだからたまにのせます。ここにちょんってやってサラサラにします。お目目をサラサラに。ラメはそう、ステージ映えしそうって、やっぱり劇場とかステージに出るときはラメはいっぱい乗せます。お、ピロくんまた後で来ます、待ってます。ありがとうございます。で、
たら、やったらこのこれこのピンクのやつをまたさっきよりちょっと範囲少なめくらいで塗る。ピンクにします。お目目はピンクに。お目目をピンクにしたい。ピンクメイクです。ほぼ私のメイクは。はい、こっちもピンクをのせて。たくみさん、ももたん、なんですか。よいしょ。先輩メンバーでメイク参考になる人いる？あの千葉エリーさんのメイク動画はいつも拝見させてもらってます。いつもすごいたくさんメイクについてあげてくださるから参考にさせてもらってます。はい、こうしてピンクになったなーって思ったら、この茶色の薄茶色みたいなやつを二重幅のさっきよりももっと少ない範囲にちょうって塗ります。ちょうって塗って、これもなんかできてるかわかんないから気休めなんですけど、とりあえず薄茶色をさらっと塗りました。そしたらこの茶色を下の涙袋っていうのを端っこ、目尻か、目尻にちょっと目尻の端っこ、三角ゾーンっていうのかな、ここにちょこってのせる、のせるっていうかこうちょっと広げるんですけど、私ここにこの濃い色を入れすぎるとすごくなんだろう、お化粧をすごくしてる人になっちゃって、と目力がすごい出ちゃうから、もうこれも塗ってるかわかんないくらいちょんって塗ります。こんにちは、ふみさん、こんにちは、卵豆腐さん、こんにちは。はい、でじゃあこのさっき言ってたこの銀のキラキラをのせます。真ん中に、手に取って目の真ん中にのせる。キラキラキラってしました。お披露目の時とメイク変えた、これはもうずっとお披露目の時からもうずっと使ってます。だから目は変わってないかもなんですけど、あと眉毛も変わってないかもなんですけど、まつげとか涙袋のラメとか、あとチークは私すごいチーク好きで、なのでもうチークは結構コロコロ変えます。こんにちは、やすおさん、こんにちは、しげるさん、こんにちは。お、まさのすけさん、初見です。ありがとうございます、嬉しい。はい、ではどんどこ行きます。で、そしたらアイラインを描きます。アイラインは D アップさんのグレイカシミア、グレーカシミア、 D アップさんの。あ、私にピントが、あ、これやればいいんだ、 YouTuber になればいいんだ、うやあ、クータンさん、ありがとう。
サックちゃん同じの使って明日行くね。え、嬉しい。お揃いでお話できますね。これを私は目尻だけにシュッて、あの目のか、なんだろう、目の形に沿わせてシュッて。手相配信ありがとう。あ、手相バレちゃう、手相占いされちゃう。これこうやって目の形に沿ってシュッてやります。これもあの長くしすぎるとちょっと怖くなっちゃうから、シュッて。あ、失敗、失敗だけどいいや。でちょっと今から私のあのメイクの一番のこだわりポイント言ってもいいですか。ここ、いつもここには、これは私の自前のほくろなんですけど、ここにもあのほくろを描くことです。なんか涙ほくろっていうのかわからないんですけど、なんかここにその目の近くのほくろって仕事運アップらしくて、なんか運がちょっといいほくろらしいです。なので書きます。こうやってチョンって書く、チョーン、あ、出ない、チョンチョン、見えますか、ほら。いつもなんか聞いてるのかわかんないんですけど、これもプラシーボ効果というか気休めというか。こっちは自分です、ちゃんと自分のやつ。でもこれはいつから書き始めたの、もう大学入ってから書き始めるようになって、なんか自分なりにお仕事運アップということで、お守りみたいな感じで書いてます。はい、あ、バディさんありがとうございます。お、グラビアやってほしいですね。あ、そういえば全然これ発表されたけど告知はあんまりしてないんですけど、まだ11月号なんですけど BLT さんに掲載させていただきます。お、リさん AKB のエンタメ委員会見て気になってきました。あ、嬉しい、ありがとうございます。 BLT さん結構あのページ数結構ちゃんとあるみたいで嬉しいです。であのまた今度オフショットあげるんですけど、あのオフショットあげるやつ以外にも何個かいろんな衣装で撮ったので盛りだくさんかなって思います。ぜひ、まあ、11月号だから予約開始がもうちょっとあと9月の下旬なんですけど、28か28なんですけど、いろんなやつを書いたので、あ、書いたじゃない、撮ったので、なんかいろんなポーズをして、その今までやったことないポーズの仕方とかもしてちょっと楽しみにしててほしいです。お、見てみます、ありがとうございます。お、予約が始まってるんだ。発売が28なのかな、始まってるらしいです。私も自分で欲しいから予約しよう。風さんお疲れ様です、お疲れ様です。はい、じゃあ次に行きます。次はマスカラです。ゆー柏木さんの、なんでピント合わないんだろう。ユーピンクさんの
やつ。これはブラックのマスカラです。手相占いされちゃうよ。占い師さんいないですか、大丈夫ですか。生命線が。え、生命線ってどれ。真ん中のやつ。一番下まで。え、これ。下のグーって下がってるやつ。一番下、え、これか。これでもわかんない、みんなの手相見たことないから。自分がどうなのかもどうわかんない。普通くらいかな。お、これか。あ、やばい、手相見せちゃった。長生きするな。お、嬉しい。120歳くらいまで行きます、今のところ。手相バレちゃう、バレちゃった。はい、では手相を見せたところでマスカラを塗っていきます。ふん、ちょっとこうやってちょんってちょんって塗る。塗るときはこうやってこうやってやるだけじゃなくて、横にも動かしてちょっと束を作るっていうのが私が一生懸命やっていることです。上にこうやって横にシュッとチョーンってやります。よいしょ。はい、できた。よし、ちょっと遠くて見えないかもしれないですけど、爪楊枝の理想。え、乗るかな。でもサラダさんが爪楊枝乗せすごい乗るんですけど、山崎さんは近くで見た時もすごいもう毛量がバサッてしてるんですよ。だから本当にああ、もう爪楊枝が乗るまつげだという感じがするんですけど、私はどうだろう、乗らないかもしれない。結構なんだろう、寝てる時とかに目こすっちゃってまつげ抜けちゃうことが多いです。はい、そしたら下まつげは変えます。なんでかっていうと、なんか普通のマスカラを下まつげにしたらなんかもう上もバン下もバンってなって、あのすごいなんかもうギョロギョロお目目みたいになっちゃうから、ギョロギョロじゃなくてキョロキョロがいいから、ちょっと薄めのやつ。これでも古いから今売ってないかもしれないんですけど、不老不死さんのモテマスカラ、テクニカルメイドインジャパン、メイドインジャパンは違うか。そう、ファサファサになっちゃうから、これなんだかわかんないけど多分今売ってない気がします。なんかちょっとグレーっぽい、こう真っ黒じゃなくて、でほぼなんだろう、マスカラベースみたいな感じのやつを下まつげにちょこっと塗ります。ちょこっと、こう、よし。下は別につけてますから。これなくなったら別なのに買い替えないといけないですね。どうしよう、何がいいんだろう。よいしょ。よいしょ。
あ、アンさんこんにちは。お、ひまわりさんお仕事行ってくるね、頑張ってね、ありがとうございます、いってらっしゃい、頑張れ。はい、ではほぼよし、あとは涙袋になんかコンシーラー、お、マサさん仕事戻ります、イベント入って、ありがとうございます、お仕事頑張れ、こんにちは。このキャンメイクさんのアイバッグコンシーラーの02番というやつを完成に近づいてきた、ちょっと近づいてきたかもです。ね、涙袋に塗ります、これを強調。お、四号話の方もいらっしゃる、お疲れ様です。ここに塗ります、ウインクして。こんにちは、ここにこうやって塗って涙袋を強調して、仕事しながら見てます。ありがとうございます、嬉しい、きのこさん。はい、でそこの今コンシーラーをこう涙袋に塗ったところに、お、具志堅さん、ほんわかキューブさん、初見です、ありがとうございます。こちら伊藤桃佳です。このアディクションさんの01313番っていうのかな、ちょっとわからないんですけど、このピンクのやつを今のこのところに塗る。やっぱ涙袋がコンシーラーで真っ白になっちゃったらちょっと違和感だと思うんですけど、ピンクにしたらちょっといい感じになります。こちらメイク配信中の伊藤桃佳さんです、ありがとうございます。そうです、メイク配信中のもうちょっとで出来上がる伊藤桃佳さんです。お、エンタメ委員会で落語面白かったよ、ありがとうございます。あ、さっくちゃんお仕事戻るから頑張れ、もらって、あ、さっくちゃん頑張れ、ありがとうございます、来てくれて。はい、涙袋は大切です。はい、そして、パウダーじゃない、キラキラ、今日はこのジル・スチュアートさんのアイダイヤモンドグリマー03番、グリマー。これを涙袋の黒目の下だけにちょんって塗ります。ちょん、ちょっとこっちやりすぎちゃった、気をつけないと。はい、乗せました。うん、キラキラです。はい、これで終わりかな、終わりな気がする。あ、でリップ塗って終わります。あ、でリップ塗って、このこれかけないといけない、このメイクキープミスト、おされさんに大事だよって言われたメイクキープミストをかけます。いつもメイク時間どのくらい、髪も含めて35分くらいです。髪触ってやるだけだから30分くらいかな。これチャコットの、あ、チャコットのフィニッシングキープミスト、なんかクールのやつで、これ
顔にシュってやったら顔が清々しくクールになるんですよ。なんかスースーします、ちょこっとちょこっと、パタ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 。乾かします。スースーちょこっとちょこっとかけちょこっ、え、思ったよりいっためっちゃかけてましたはい、かけて終わりです。終わり終わりで、あとはちょっとパウダーしないと、待ってて。パウダーはコスメデコルテさんのやつ、00番をこう、まずはこのおでこに、おでこはサラサラでいないといけないんです。なんでかっていうと前髪が張り付いてしまうので、サラサラにしました。そしたらあとはちょこっとだけこのほっぺのところ、ポンポコ山のたぬきさんという感じでつけて終わり。よし、これを外します。あー、前髪せっかく綺麗だったのにピンの跡ついちゃった、悲しい。はい、終了です。あ、リップしないと。あら、そろそろ仕事戻るので、お仕事頑張ってください。ありがとう。来てくれてありがとう。リップを。やります。前髪うねった。うねった。やだ。リップを塗って完成。いつもの顔になりましたか？前髪はうねうねだけどよいしょ。あとちょっとお見せしたいものあるんだった。待ってってね。あのベースメイク今日もう下地で終わりにしちゃ、いつもはちゃんと舞台に出る時とかはファンデーションするんですけど、普段はやらなくて、であのベースメイクする時にいつも使ってるあのスポンジ紹介したくてそれがこちら、じゃーん、ポチャムちゃん。お、では仕事に戻ります。お仕事頑張ってください。ありがとうございます。来てくれてありがとう。お仕事頑張ってね。これポチャムちゃんで、こっちがなんだっけ、モンガちゃん、モンガ、あのこっちもちょっとこれは使いかけだからちょっと汚いんだけど、ミッフィーちゃん、あ、玉龍さんありがとうございます。がスポンジをこう可愛いのを使うっていうのにこだわってて、やっぱり気分が上がるからスポンジはなんかその機能性重視のこのその形がなんか面白いじゃないや、なんかすごいなんだろう、細かいところも塗れるみたいなやつとかすごい
こう機能性重視のやつとかもあるんですけど、私は機能性じゃなくて見た目重視のスポンジを買っていて、やっぱり朝テンション上がらない時とか可愛いのでこう化粧したら気分が上がるから、いつもスポンジだけはすごい可愛いキャラクターものを買います。今はこの3つがお家にあるんですけど、結構いろんなやつ買います。バーバパパのやつとか、バーバパパちゃんのやつとか、ボチャム見ていっぱい可愛いですよねルイベさん初見です、ありがとうございます。楽しい気分になるから、そうボチャムちゃんいっぱいなんですはい、前髪アイロンしようかな。これを差し込みアイロンしよう、うん、よいしょ、おいしょ、うりゃ。バーバパパってビエのえ、知ってますそれ、あのビエってやつですよね、バーバパパさん。違いますよ、そんなあのそんな感じじゃなくて、あのピンクのお化けさんみたいなやつ。アイロン温めました今。このうねうね前髪のままあと1時間配信するの嫌だからやっぱり前髪命なのかもしれない。よいしょよいしょ、ビエ知ってます。一時期なんかすごいハマってる時あって、私バーバババさんの動画、あのビエがすごい有名だと思うんですけれど、あのハトポッポが泣いてるなんか動画があるんですけど、それも結構2番目に人気くらいの動画で、あぶっちゃんさん仕事に戻るね、頑張ってね、ありがとうございます、来てくれて。あ、山頂さんだ、あら、ありがとうございます、嬉しい、ご無沙汰してますあのハトポッポが泣いてる動画があって、ハババパパパさんの動画に、それすっごい気に入ってて、一時期なんかずっとなんか見てる時ありました。よしよし、じゃあ前髪をやろう。何の音、え、音しました、近くトラック通ったからかな赤いいね、赤です、真っ赤。本当は黒とか白が良かったんですけど、なんかこれはなんか赤がすごいスタンダードな色らしくて、このおやつだと、だから赤にしました。やけど気をつけて、ありがとうございます。これ、いや、このストレートアイロンの温度は160度です。私は温度なんてどうでもいいですよね、ちょいぬるめ。そうかも、結構180度の方とか結構多いかなと思うんですけど、私は160度でちょっとぬるめでいきます。低め、よし、できた、はい、終わりました。皆さん見てくれてありがとうございますこんにちは、ファールさん、ん、あと
グロスを塗って唇をツヤツヤにします。ツヤツヤ。残り時間どうする。本当ですよね、こんな早く終わるとは。どうしたらいいかな、質問お答えする時間にしようかな。ツヤツヤ。おしゃべりしましょう。やったー、嬉しい。さらに濃いめメイクにちょっとこれに足したらいつか大変なことになっちゃいそうだからちょっと控えておきます。次はメイクを落としていく今やったのを落としていく配信お、いとももの MBTI は MBTI は INFP です。なんか最初 ENFP だったんですけど INFP に、最近は INFP です。って言ってもなんか分かんないですよね。なんか広報運動家っていうやつが ENFP だった気がします。ウイロウリが着たい。え、覚えてないです。え、なんかあったらいけるのにな。拙者親方と申すわですよね。え、言いたいですね。ちょっといいから愛に変わる何があったんや。なんかでも ENFP だった時なんか E が外交的で I が内向的らしいんですけれど、なんか E、 私 E だった時もあのそのなんだろう、 E が何パーセントで I が何パーセントみたいな、なんかメーター出るじゃないですか。それがそのちょうど半々くらいだったんですよ。なんか 49% と 51% みたいな感じでいつもギリギリだったから、ちょうど I と E の間なのかもしれないです。でも NFP は何回やってもそうですお、私はだいたいいつも INTJ です。え、 T ってあれですね、論理型みたいな感じですよね。論理型の私絶対に T になることがないんですよ。だから論理型の方すごいなって思います。耳にかけよう。そういうなんだろう、結構自分は性格的になんだ、直感的にこうこれって決めたらえいってこう決めちゃうタイプ。こうなんだろう、いい意味でも悪い意味でもこうなんだろう、怖がらずに後先をこう深く考えずにこうえいってすごい勇気を出しちゃうタイプなので、だからこうしてあの AKB のオーディションも受けたんですけど、とりあえず受けようっていうので受けたんですけど、あまり迷わない方。そうですね、迷わないです、あんまり。でもなんだろう、お菓子とか選ぶときは迷っちゃいますなんか人生においての決断とかは結構なんだろう、考えててももうキリがないからやっちゃえってこう悩んでやらないんじゃなくてやるタイプですね。でも結構こうポジティブにすごいコメントも言ってくださるんですけど、それでこういやあの時ちゃんと考えてればこんな風にならなかったのになみたいなこともあります、もちろん。だからいいんだか悪いんだかわからないですし、すごいこう論理的にこう自分がこういう行動したらこうなるから、じゃあやった方がいいんじゃない、やらない方がいいんじゃないってこう考えられる人すごいなって思います。なんか考えようとしても頭が回らない回らないくて、え、もうやっちゃえってなっちゃうからすごいですよ。今日食べるグミも悩まない。今日はあの次の配信でグミいっぱい食べる配信しようかなって考えてて、グミたくさん用意しようしてるんですよ。だから今日はもう迷う必要がないです、全部食べます。
あのグミのその袋全部じゃなくて、いろんな種類を全部食べます。だから今日は迷わずに済む。お、このオーディションは受けてよかったと思う。本当ですか？嬉しい。私も AKB48 にこうやって今入れて、皆さんと出会うことができてよかったなって思っているので、もう結構なんだろう、後先考えないで失敗することもないことはないんですけど、それさえもなんか やらなかったら生まれなかった失敗だから、なんかやなんだろう、行動してよかったなって思うことの方が多いです。でもあの ご飯とかそれこそグミとかはもういいやこれにしちゃえってして、後からあーなんであれにしなかったんだろう、あれ食べたかったなーってずっと言ってる時もあります。お、ドンシラスさん初見です、ありがとうございます。 AKB 合格して周りの友達の反応は？は結構私 AKB 入る前からその芸能活動をちょっとしていたので、こう応援してくださるくれるお友達がすごい本当にありがたいことにたくさんいて、だから AKB に入ったよってそのずっと私がこう頑張ってたの見てくれてたお友達とかもいるから、 AKB になったよってこうお披露目の時とかに行ったら、えー、ってすごい喜んでくれて、もうすごいじゃんって。でもアクリルスタンドとか星屑テレパス あのロケット型のキーホルダーとか買ってくれて、お友達が買ったってすごいあの一ファンとしてこう見てくださって、でなんかあのお友達が送ってくれる写真とかにこう私のキーホルダーがカバンにくっついてたりするんですよ。ですごいもうそういうのが嬉しくてありがたいですね。お、いい推しの日のアクスタ届いた。そうですよね、あの私のメッセージが入ってるやつ。前の事務所のお友達とももちろん交流ありますし、高校時代の時もそのこう芸能と学校を頑張ってた時のお友時の普通のお友達とかもたくさん応援してくれますし、本当にありがたいです。でお休みの日遊びたいからいつでも行ってねって言ってくれるから嬉しいです。自分のグッズやっぱり嬉しい？嬉しいです。私もその自分のグッズ嬉しくて集めちゃうから、あの自分のアクスタ机に並んでます。嬉しい。お友達とどこで遊ぶ？なんかどこで遊ぶっていうよりかは、お友達と私が会うときはあのお話しすることが一番の目的なんですよ。なんかお互いの近況報告をし合うことが多くて、最近ねこんなことあったとか、この洋服狙ってるんだよねとかお話することが多くて、だからなんかどこで何をするとか、なんかこう遊園地に行って遊ぶとかそういうのより、あのどっかでこうお食事しながらお話ずっとすることが多いです。大人みたい。そうですか、大人？やった嬉しい。そう女の子だからもうずっと喋ってます。もしかして神田明神で成人式できないかって。そうなんですよ、もう悲しい。もうやりたかったです、 AKB48 としてもう終わっちゃってるからできなくて。悲しいよ。
コーヒー飲める？コーヒー飲めますよ。あの今はもう本当にこう好きで飲めるんですけど、でもやっぱりカフェオレが一番好きです。ブラックはちょっとあまり今まであんまり飲めなくて、でもあの大学受験をした時にそのカフェイン摂取しないともう起きれない限界っていう感じで一生懸命勉強してたから、あのコーヒーそのやっぱりじゃあなんだろう、レッドブルとかモンスターとか栄養ドリンクが多分一番起きれると思うんですけど、それにはちょっと手出すのがちょっと怖くて、まだあの星屑テレパスの発言の時に初めて飲んじゃったんですけど、ちょっと手出すの怖くて、だからコーヒーでカフェイン取ろうと思って、でもその時コーヒーあんまり好きじゃなかったから一生懸命そのでもあんまりカフェオレ飲みすぎたらあのカロリーいっぱい取っちゃうかなと思って一生懸命ブラック飲んでたらちょっとだけコーヒー飲めるようになって、今は好きくらいまで行きました。でもやっぱりカフェオレがいいですね。エナジードリンクこう飲んだら依存しちゃうかなと思って、だから星屑テレパスの時に一回初めて飲んだんですけど、もうそれ以降もまだ飲んでないですふふ一回だけ飲んで、でも飲んだけど眠かった眠かったですふふ桃谷に依存していいか、ええよしてーなえ、砂糖やミルク入れるとカフェインの効果弱まっちゃうんだよ。え、そうなんですか、知らなかった。じゃあ超弱々のやつ飲んでたのかな私。でもちゃんと一生懸命ブラック飲んでました、受験生の時は。川って書いてあるドリンク飲んだ。え、モンスターじゃん。あれモンスターだっけあの緑の皮みたいなやつだよねラスコ先生撮影現場来た？あ、来ました、ラスコ老子さん。あの一回いらっしゃって、最初そのお姿を見たことがないなかったから、最初こう普通になんかあれ現場にいつもこうお見かけしない方がいらっしゃるなと思って、こうなんか普通にこんにちはってご挨拶して撮影してたら、その後にちょっといいですかって言われて、まさかの大熊ラスコ先生がいらしていてびっくりしました。でももうすごいあの配信通りすごい気さくな方で、あの老子あのあれ唐揚げなんですかね、エビフライなんだろうあれはあれをあの手持ちで持っていらっしゃって、もう可愛くて嬉しかったです。あのテンションだったの、あのテンションではなかったです、あそこまでではさすがにさすがに来たーとかは言ってなかったですけどすごい気さくに話しかけてくださって、なんか改めて頑張ろうってその時思ったの思い出しました。今エビフリャー、エビフリャーか、エビフリャー、ありがとうなすごい可愛らしい方でしたね、嬉しかったビール飲んでなかった配信でいつも飲まれてますもんねあ、素敵な色紙もらってね、そうだ色紙見せよう、よし、これラスコ先生がクランクアップの時にラスコ先生にいただいた色紙、これもう本当に大切すぎてビニールも取らないでずっと飾ってるんですけど、すごくないですかこれ、めちゃめちゃ、え、かわいいですよね
嬉しい。しかもこれが私で、ここにゆうちゃん乗ってるんですよ。え、めっちゃ可愛い、嬉しい。なんでなんでなんで、足ほっぴさんありがとう、かわいい、嬉しかった。絵のお返ししなきゃ、もうダメですよ、もうこんな絵のお返しなんて、もうゴミみたいな絵描いちゃうからこれをあのそのメインの4人先輩方と一緒にこう4枚描いてくださって、きっとお忙しい中なのに嬉しい。カホです、キュッフフ、戻していきます。いちゃ、チワワの絵を送ろうチワワの絵ダメですよ。うん、あ、そうだ、星屑テルパスのモバイルガチャに書き下ろしイラスト、そうだ、大熊ラスコ先生が書き下ろしてくださったそのそれぞれのキャラクターのイラストがグッズになってるのが、その星屑テルパスのそのモバイルガチャ、あのここでガチャガチャできるやつで、今ちょうど発売中なので、ぜひまだ見たことないよって方はちょっと見てみてくださったら嬉しいです。いろんなグッズが、お、モバガチャ、モバイラスト頑張って出てる、え、嬉しい、すごい、ガチャガチャだから何当たるかわからないけど私が当たったんだ、嬉しい。星テレロスになってる、ロスになりますよね。私もその終わった最終回迎えた次の週の火曜日はいつもこの時間あるのにないってなってましたフフ、今度ね、お絵かき配信とかもしたいです。毎週見てた、おー、ありがとうございます。お、えいちゃんありがとうございます。お、星テレのイベント行くよ、お、ありがとうございます。星テレのイベント同窓会楽しみですね。お、モリリンさん、そろそろ仕事戻るね、お仕事頑張ってください、ありがとうございます、来てくださって。星テレのイベントはまだ何するかも全く分かんなくて、同窓会何するんだろうってワクワクしてます。でもきっと私またゆうちゃんヘアできるのかなと思って、もう星屑テレパス終わっちゃってから全然ゆうちゃんの格好もしてないし、もうちょっと離れちゃってるから久々にできるのかなと思って楽しみにしてます。するかわかんないんですけど、さすがに星屑テレパスの同窓会だからゆうちゃんになるかなと思ってます。どうだろう、ゆうちゃん部屋どれくらい時間かかるの、どんくらいだろう、1時間かかんないくらい、あ、そんなんじゃないか、30分くらいかないつも自分がメイクしながらやって頭をやってくださるという感じで、地毛でやってたんだよね。そうです、地毛でした。学校なんかここら辺残して、こうやってまず2つ結びツインテールみたいにして、それを三つ編みしてくるくるってしてました。 ゆうちゃんバッグはもらえた？もらえてないですあれでももらったとてちょっと日常で使うのはちょっとハードル高くないですか
あれ地毛だったのか。そうなんですよ、本物の髪を。だからあれほどいた後すごいなんかもうここら辺なんかモサ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 で、いつもモサモサで帰ってました。あ、今度ハーフツインしますね。ハーフツイン難しくて。お、りょうたさんお仕事戻るね。配信頑張って、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。ももかちゃん試験終わらしてきたからお疲れ様して。お疲れ様、ゆうはぴょん。お疲れ様、頑張ったね。過去にやったヘアメイクどんなのある？基本はやっぱちょっとこう私服に可愛い髪型みたいなのが多いんですけど、一回あ前 AKB 入る前にギャルの役をやったことがあって、鉄バット持ったギャルの役やったことあって、でその時にあのエクステみたいな感じなんですけど、金のなんだろう、インナーカラーっていうのかな、なんか金色のその髪全体じゃなくてなんかちょこちょこなんか金が出てるみたいな髪型をしてくるくるに髪巻いてやってました。それ見たかった。そうなんですよ。であのちょっとなんだろう、ヤンキーみたいな、なんかちょっと柄の悪い女子高生、悪い女子高生やってて、そのなんだろう、いじめちゃうみたいなやってて、で鉄バットこうやって持ってハハハハって大笑いしながら歩いてたんです。悪もも。そうですよ、バット持ちながらお笑いしてるのはすごい怖くないですか。そう、それを一回やったことがありますね。あのその時のキャラはあのボスがいて、その怖いグループの中のボスがいて、そのボスの次のあのランクの人。ボスに対してはもうめちゃめちゃ機嫌取るけど、他の人に対してはもうなんかすごい高圧的な態度を取るみたいな感じの。ですごいボスの隣、ボスはすごいこうスタスタスタってかっこよく歩くのに、その横ですごい選ぶって手伝わってこうやって持ってる役やってました。一番嫌なやつ。そう、高校時代あれ出たんだね。待って、これリアルじゃないですよ。役ですからね。高校時代すごい優等生してましたよ私。一生懸命お勉強してましたからね。こんにちは。リアルじゃないですよ。もうリアルだったら AKB 追放されてますから。鉄バットって言わないですかこれ。鉄のなんか鉄の野球のバット。リアルではないです、注意書き、リアルではないです。あとはあのあ金属バットか、鉄バットじゃない。金属バットだ、そうだ。言葉が出てこなかった、金属バットだ。あとあの何でしたっけ、精神病棟から、なんかそのファンタジーの世界で精神病棟にこう勝手に入れられちゃって出ようと頑張る若者みたいなのをやったことがあって、で精神病棟にこうなんだろう
すごい牢屋みたいなところに入れられてるから、あのすごい雑巾みたいな服を着て、でもメイクもこう血色感のメイクじゃなくって、なんかもうあえてすごいなんか黒っぽいの塗ったりとかして、でもなんかみたいな、なんかもうふてくされちゃったみたいな、いやのを、これはなんか舞台とかじゃないんですけど、ほぼ見た目このだったんですけど、ちょっとだけやったことがあります。ちょっと癖強いですよね。そうなんです。なんか髪もこうせっかく綺麗にしていったのに、その場でこうメイクさんに髪こうなんだろう、櫛でこう逆立ててもらったりとかして、なんかこんな感じで、こんな感じでボロボロの服を着て、あの顔の血色全部なくて、なんかもみたいな感じやったことありますね。こんにちは。やってみたい役はなんだろう、なんだろう、でもそれこそその星屑テレパスの海香ちゃんみたいな、その海香ちゃんもあの愛ちゃんさんと真逆の性格じゃないですか。そんな感じで私もなんだろう、真逆の性格の女の子を演じてみたいです。結構ゆうちゃんはこう似てるって言っていただけることも多くて、宇宙人だから全然違うんですけど、やっぱ性格この明るい感じとかは似てるところもあったので、ちょっとこうなんだろう、すごいおとなしいとか、あとはなんだろうな、もう本当にぶっ飛んでる役やってみたいですね。なんかゆうちゃんはぶっ飛んでるけどすごい空気読むし繊細な子なんですよ、だったんですけども、もうなんか超ぶっ飛びの役やってみたいです。星屑テレパス最高でした。嬉しい、ありがとうございます。ロケット役人間じゃなくてロケット役ちょロケットにはなれないかも。なんかもうすごいもう全然違う、なんだろう、なんだろう、ぶっ飛び、なんだろう、思いつかないな。それこそすっごいお調子者のキャラクターでも、なんかもう全然よくわかんないこと言っちゃうとかで、ホラー貞子役はってホラーはちょっと撮影してる時に怯えちゃうかもしれないからあらあらって言ってみてください。あらあらじゃホラーはあの出来上がったらすごい怖くて、撮影の時は怖くないって分かってるんですけど、ちょっと怖い幽霊役ってあのそこの幽霊が出てくるシーンを怖くするためになんか暗いところで撮ったりとかきっとするじゃないですか。なんか幽霊が出そうなロケ地に行ってきっと撮るじゃないですか、病院だったりとか。だからそこに行くのがもう嫌怖い。確かにグリーンバッグで全部 CG だったらできます。でもそっから出てきてくださいねって、じゃあ僕こっち
あのこっち待機するんで、あのこっちがこっちからカメラで遠くから撮るから向こうの遠い方から出てきてくださいねとか言って、一人ぼっちとかにされたらもう本当に怖い、できない。暗いとこで待機できないです。ピースしてください。ヤンキー役かぶりっ子役やるならどっち？おお、え、ぶりっ子役やってみたいです。こうやってウフフってしてみたい。なんかもうその自分の殻を破った、もう考えられないくらいのぶりっ子とかやってみたいです。もう超リボンついちゃってるとか。殻を破ったぶりっ子ってみたい。お嬢様役したことある？ないです。お嬢様役し、おほほおほほってやりたい。おはようございますですわよって言いたい。あ、こちら宣伝してくださってる方がいる。この SMS 認証ぜひ確認していただけたらありがたいです。お嬢様学園ものいいですね、やってみたい。ほんかちゃん鉄バットが似合う、ちょっと やかも。うん、あとはあのなんだろう、この前キングダムを見てきたんです。映画のキングダム実写化されているやつを見てきたんですけど、もう全部がスケールが大きくて、戦うところとかもなんかアクションがすごいなって感じて、だからなんだろう、いつかはそういうなんだろう、時代劇っていうのかな、なんかちょっと戦国とか戦うやつとか、アクションとかもやってみたいです。全然やったことないからわからない、練習がすごい必要だと思うんですけど、やってみたいです。殺人、盾か、殺人じゃなくて盾やってみたい。でも練習しないと、盾難しそう。尊敬。キングダム見ました？なんかもうスケールがもう洋画みたい、ハリウッドみたいで、すっごい大きく、なんかスケール大きくて、なんかもうすごい、ものすごい大勢がドドドドドって走ってこう合戦するんですよ。それがすごかったです。実写版キングダムって一旦今回のやつ終わりなのかな、え、どうなんだろう。でももっとありそうですよね、漫画もまだあるし。お馬さん乗ってるのもすごい。将軍役は将軍なれるかな。全然威厳ないけど。でもなんかそういうなんかやってみたいですね。映画見るときいつもどこの席で見る？映画見るときは真ん中よりちょっと上らへんの真ん中の、横も真ん中、縦も真ん中のちょい上らへんで見ます。一番見やすいところ。洋画は字幕派、字幕派です。なんかディズニー映画とかも、そのディズニーの方、選ばれた女優さんが歌ってる
その曲歌とかも聞きたいから字幕で見ます。乗馬したことある？乗馬したことないです。でもしてみたいけど、乗馬って多分相当な筋肉必要なんだろうなって感じてて、だから筋トレしてから乗馬チャレンジしてみたいです。時代劇出たい、出てみたいです。やってみたい。ジョーカーは字幕で見たい。おお、ジョーカー見ました、かなり前に。あのちょっと怖いやつですよね。筋トレ配信やろう。筋トレ配信、もう筋トレ配信したら私の非力がバレちゃうからダメです。でも体幹は得意ですよ。体幹だけできます。腕立て伏せが全然できなくて。筋肉賞取ってたのに筋肉ないんですよね。憧れの女優さんとかいる？憧れの女優さん、やっぱり AKB48 としてだったら大島優子さんとか川栄里奈さんとかがすごくかっこいいくて活躍されてて素敵だなって思うんですけど、女優さんだったら常松ゆりさんがすごく好きです。可愛いし、いろんな役でいろんな、本当にいろんな表情を見せてくださるからすごく好きです。次は空気椅子配信だね。ちょっとダメです、空気椅子全然できない。絶対に焼けない日焼け止め教えてください。え、アネッサじゃないですかこれ。焼けない日焼け止め、わかんない。私は日焼け止めをもうもちろん塗るんですけど、あのもうなるべく 日陰を歩くっていう、もう忍者並みに日陰を歩くっていうのを徹底してます。フーガネットさん、こんにちは。日傘使ってますね。もう日傘持っててもなるべく日陰、だから日陰の位置が変わったら道路いっぱい渡ってこうやって日陰行ってます。お、クロロルシルフルさん、ありがとうございます。ドラマで焼けなかった、ドラマで本当に焼けて、なんか今なんかそれまで結構平均より白い方だったんですけど、今ちょっと平均より黒いのと思ってて、自分では結構やっぱドラマでこうすごくいい天気の中撮影することが多かったので、すごい日焼け止めはもう頑張って一生懸命塗ってたんですけど、だいぶ今年の夏は焼けました。でも多分冬になったらまた戻るかなって思います。でも一番焼けたのがそのここの肌とかじゃなくって頭皮で、頭皮がもう本当にすごい焼けてもう真っ赤になってて、撮影してた時は、ですごいもうシャンプーする時痛かったです、頭皮がじりじりと。そうなんですよ。お友達に聞いた吸引効果出てるかな。そうなんですよ、お友達、あの色が白いお友達がキウイ毎日食べてるなって言ってたから、私も一生懸命キウイ食べてたんですけど、あんまりどうだろう、聞いてないかも。
あとはその撮影期間中、愛ちゃんさんがパイナップルがすごく肌にいいんだっておっしゃってて、パイナップルを毎日食べていらっしゃったので、私も最近は真似してパイナップル結構食べてるんですけど、なんか分かんないです効果あるのか。でもパイナップルすごい美味しい。そうお団子ヘアだったけど、そのここのなんだろう、ここにこうやって作ってて、ここの髪の毛の分け目のところ、ここがもう真っ赤になってましたね。パイナップルガール、パイナップルはもう甘くて美味しい。お、ん？ユリアピースさんありがとうございます。お、あと15分ないくらいだ。グミツナマヨ以外でコンビニで買っちゃうものは、なんだろう、チョコ買っちゃいます。チョコ好きで、結構やっぱグミで補給しきれない糖分を補給したい時はチョコ、あのチロルチョコってコンビニですごい20円とか30円とか、ちょっとおいくらだったか忘れちゃったんですけど、すごい安く売ってるから、その1個とかポイって買っちゃいます。ミルクのやつ。コーラは、コーラ、私コーラを高校生になるまで飲んだことなくて、ずっとコーラ飲んだことなくて、で高校生の時初めて飲んだんですけど、なんかすごく何の味なんだろうと思って、なんかすごく、あ、えいちゃんさんありがとうございます。なんか不思議な風味がして、まだコーラユーザーには慣れてないです。炭酸はでも大好きですよ。あのメロンソーダとか好きです。コーラは禁止じゃなかったんですけど、なんか飲んだことなくて、ちょっと飲む機会がなくて、でその飲んだことがないゆえに、そのお友達同士でこうコーラがこう買う時とかも、え、飲んだことないからちょっと怖いかもっていう感じで、ちょっとなんだろう、飲まず嫌いみたいな感じになっていて、飲んだら、高校生の時初めて飲んだら、なんか初めての味でした。ブラックコーヒーは飲める？ブラックコーヒーは飲めるけど、あのミルク入れた方が好きです。え、向井さんも二十歳まで飲んだこと、お、一緒だ。二十歳じゃないけど一緒だ。ちょっとよいしょ、お水。ガラナは飲んだことある。ガラナって何ですか？好きな飲み物は水です。お水しか飲まない、ほぼ。プロミスダスターさんありがとうございます。あとはルイボスティーが好きで、なんか味が好きで、味っていうか匂いかなが好きで飲みます、ルイボスティー。お、のじさん来年埼玉マラソン走ってまいります。お、すごい、埼玉のマラソン頑張ってください。お、2時まで残り10分、教えてくださってありがとうございます。紅茶系無理。え、そうなんですか？
紅茶すごい私好きですね。でも確かになんか紅茶って甘いわけでもなく、こう不思議な葉っぱの味が、匂いとかがするから。お、にゃんしーさんお仕事に戻ります。お仕事頑張ってください。あとはあとチャイティーも好きです。だからあのスターバックスで飲むときはチャイティーラテを頼むことが多いです。なんかスパイス系が好き。お、長距離ランナーだそうですけど、いつかフルマラソンに挑戦したいってよくある。あります。いつかフルマラソン完走したいっていう野望はあるんですけれども、まだハーフも走ったことがないので、ちょっとフルってもう本当にだいぶきついと思うので、たくさん走り込んでからやりたいですね。膝がそう、もう多分遅すぎて、遅すぎてっていうかもう疲れて走れなくなっちゃって、もう最後尾にいるバスに回収されると思うんですよ私え、 NMB さんには完走できるメンバーさんがいらっしゃるんですか。え、すごっ。完走できるのかな、もう想像つかないですね。もう私あのすごい、これは小学生の頃なんですけど、小学生の時初めて3キロを走った時に、あのただいま1キロ地点ですっていうのを残り1キロだと思ってすごい加速したら残り2キロあって、その1キロですっていう看板だったから残り2キロあって、もうすんごい苦しくて猛ダッシュしてたのに2キロ猛ダッシュみたいになっちゃって、めちゃきつかったの覚えててだからもうちょっとその3キロで結構ヘトヘトだったからどうかな。そう、1キロしか走ってないのに残り1キロだと思ってつぶらない話お、ちゅうたさんこんにちはです。ちょっともうちょっとで終わっちゃうんですけどすごいなんかやっぱお昼の時間帯だと初めて来てくださる方もたくさんいて嬉しい。ありがとうございます。よいしょ。お、初見です、ありがとうございます。次は、あ、次の配信はこれです。この配信が終わったらリハーサル、通しリハーサルをするんですけど、ドキドキです。頑張らねば。お、えだっちさんギリギリ来れた、ありがとうございます。次の予定壁に貼っておくといいかも。そっか、壁に貼ればいいんだ。明日はと握手会なので5時半からやります。夜の5時半から7時と10時から11時半。ちょっとこれも書いて今度後でお送りしますね。お送りしますし書いておきます。じゃあそろそろランキングを読ませていただきます。皆さんありがとうございます、こんなお昼に。じゃあ13位から13位、テレレテーン、プロミスザスターさん、ありがとうございます。はい、では第12位、チャララちゃん、しほぴさん、しほぴさんありがとうございます、しほぴちゃん。はい、では第11位、シーさんありがとうはい、では第10位、ゆうすけさん、ゆうすけさんありがとうございます。アバターが餃子で可愛いですね。はい、では第9位、たくさんありがとう、いつもありがとうございます。では第8位、
えいちゃんさん、えいちゃんさん、ありがとうございます。では第7位、カプレさん、カプレさん、ありがとうございます。嬉しい。はい、では第6位、ザナットさん、あー、ザナットさん、いつもありがとうございます。はい、では第5位、ピロくんさん、ピロくんさん、ありがとうございます。はい、第4位、クロロルシルフルさん、クロロルシルフルさんもいつもありがとうございます。はい、では第3位、チリリリリってーん、ラボーナさん、ラボーナさん、ありがとうございます。はい、では第2位、チリリリリリってーん、バディさん、バディさん、ありがとうございます。バディさん。はい、では第1位、タラララタン、コウくんさん、コウくん、コウくん、ありがとうございます。はい、皆さんありがとうございます。たくさんパチ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 、ありがとうございます。すごい、こんなお昼にも来てくださって、まだ2日目なんですけれど、3時半からまた配信させていただきます。1時間90分後に、ありがとうございます。あとこれ SMS 認証も、あの、せっかくな、応援してくださってる方でできてなかったらめちゃめちゃもったいないから、まだかもって思う人はぜひやっていただけたら嬉しいです。次グミ配信します体調気をつけて、ありがとうございます。お、今日休み取ってるからこの後も行くね。嬉しい、ありがとうございます。すごい、やっぱりお昼いろんな、たくさんの方が、ありがとうございます。じゃあちょっとね、3時間こう超えちゃったらやっぱダメだと思うので、ちょっと早めに終わりにしようかな、どうしようかな、59分に終わりにします。なんか1分でも3時間超えちゃったら危ないから、ちょっと気をつけようって昨日思ってふふ、少し早めがいいね。やっぱそうですかね、減点されるかもちょっと分かんないんですけど、やっぱルールをね、こう超えちゃうのはちょっと危ないのではい、じゃあ終わりにします。ありがとうございます。また3時半から今日はやります。また明日もやりますので、ありがとうございました。来てくださった方ありがとうございます。たくさん楽しかったです。じゃあねー、バイバーイ。